小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。土曜、土を司る独身いう神さんが支配する期間や、土を動かす、犯すことはしたかいうて言われとる期間やよ。八仙、雨が多い期間言われとってな、嫁取りやら造作やら仏事なんかは今日やって言われとるよ。六曜は釈光、昼前後のみが吉で、あとは今日。今日の干支は水の戸牛。水の戸は影の水、牛は影の土やさかいに、陰陽五行の流れは土は水を濁すいうことで、相克、物事が順調にいかへんいうけよ。まあざっくり暦の注釈言うていったけど、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。